おはようございます。今日はですね、焼肉ですね。これ牛肉ですね。で、これだけやったらちょっとなんか寂しかったんで、ちょっと卵と。で、味が混ざらないように、これちょっとクッキングシートをね、で、囲ったんですけども。で、この焼肉のタレを、いつも買ってるんですけども、で、タレのラベルをね、市販の見ると、なんか自分で作れそうやだなぁと思ってですね、まあ、そっちの方がね、何も添加物が入らなくなるんでね、いいかなと思って作ったんですね。まあ、味はまあまあかなと思います。ほんで、これは味噌汁は大根とわかめをの味噌汁と。で、デザートは、パイナップルとリンゴっていうことですね。こんな感じですね。まあこんなんでいいかなと思います。今日からまた1週間ですね。だんだん年の瀬が迫ってきてます。皆さんもお体気をつけて今日も頑張りましょう。いってらっしゃい。行ってきます。